はい、皆さんこんにちは、ブラアーティストシンです。今日はビタミンカラーのアレンジメントを紹介します。ビタミンカラーはこうものすごくこう元気が出る色合いなんですね。ただ今回は元気が出るだけじゃなくてこうリラックス効果を入れたいので、そこにユーカリを足してビタミンカラーの元気とユーカリのリラックス効果を合わせたアレンジメントを紹介します。まあ、これでね、こうなんかちょっとね辛い仕事とかそういうことも乗り越えていってほしいと思います。では早速いってみましょう。どうぞ。はい、では始めていきます。まず最初にこのサンゴミズキをね入れていきます。これでこうラインをね取っていきます。サンゴミズキはものすごくこうよくねためが効く花材なんで、しっかりと自分の思い描いた形を作っていきましょう。今回少しここをループにしていきます。でここでウェザーリーフファンデファンデーションワークを一度していきましょう。でここでこのユーカリをね入れていきましょう。でここでオレンジのバラを入れます。はい、でここで紅葉の、ね、ヒペリカムを入れていきます。この紅葉のヒペリカムは少しこう枝取りをして入れていきます。はい、そして最後にこのコニカルイエローになったんですかね。最初グリーンだったんですけど、これを入れていきましょう。はい、こちらで完成です。では正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。まあ、今回はねこうビタミンカラーでなおかつこうユーカリを入れて香りを楽しむ、まあ、ビタミンカラーで元気が出てユーカリの香りでリラックス効果があるってね、まあ、そういう風にこうフラワーアレンジメントはこのね実際のフォルムだけじゃなくて、もちろんこうフォルムはかっこよくなきゃダメなんですけれども、それにビタミンカラーの色合いの元気をもらえるのと、あとこう香りでリラックス効果があるね、いろんな効果を期待できますね。またですね、こういう皆さんの心に訴えられるようなアレンジメントも作っていきたいと思います。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time.